が2つもできたんだって。前さパリ、ミラノ、あと本店とロンドンあったじゃん。あとカフェニューヨークがあったじゃん。ロンドンがまずできたらしいのでそこに行きたいと思います。もうすぐオープンなんだけど、オープン前に特別お邪魔させてもらいます。こちら、じゃーん。ロンドンヴィンテージなんだって。ロンドンお邪魔します。見てもロンドンに来たみたいだよ。お邪魔します。おー、もうユニオンジャックとかがいっぱい見える。のブランドが主にいっぱい入ってるみたい。だから私がもう10代から集めてるビビアン・ウェストウッドとか、あとバーバリーとかマッキントッシュとかあるみたい。あ、レコードもある。スペシャルズとかある。セレクターもある。レコードも一応購入いただけるので。へー。あ、今日もお店の案内してくれるのが、あきほちゃん。です。お願いします。今まではっきり紹介したことなかったけど、あきほちゃん。あおらさん3回目ですよね。はい、ありがとうございます。3回目にしてやっと、あきほちゃん登場です。お願いします。え、もういっぱいあるよ。もう見ていいですか？はい、ありがとうございます。お願いします。ここに、これアングロマニアの時計。見て。ちゃんとさ、あ、エリザベス女王座、あのお皿が欲しい。とロンドンバスとかいっぱいある。じゃあドレスも見るよ。これワンピース、イギリスで買い付けてきたヴィンテージのワンピースになってます。あ、これはブランド、ハイブランドではなくてヴィンテージの、ハイブランドヴィンテージと、あとイギリスの買い付けの、イギリスの古着屋さんで、はい、はい、で私がいっぱい家にいっぱいあるあのこのシースルーのネグリジェシリーズもある。私これが10個ぐらいあって、ライブの時とか、そう、ね、ライブ用に。ほら、今度家にあるこれも紹介しなきゃね。全然着てない。なんかライブの時着るって言ってライブがないんだもん、うん。いっぱいあるよ。バーバリーとかもある。あ、ビビアンサイズ2。ビビアンは自分でサイズ知ってるから、まあ、1、2、3があるんだけど、これは2。これはさあ、なんだっけ、ロンドンだけあってイギリスだけあってタータンチェックがいっぱいあるよ。ちょっと派手なサイケ系のやつも入れてみて。サイケデリックな感じ、うん、ある。かわいいね。これもう70年代じゃない、この辺は。そうなんですよ、さすが。ね、70年代の古着もある。ほら、これは60年代かな、レトロ、ね、コスとか、うん、かわいい。
そっか、フレッド・ペリーがある。そうなんですよ。あ、マリー・クワントもあるよ。ここはバンティーとかを置いてます。本当だ、これかわいい、これかわいい。これは何だろう。それはメイドイングランドの T シャツですね。私観光グッズも集めてるから、お土産屋さんのやつでもいいな。バーバリーシンプルな、見える？バーバリーとかある、シンプルなバーバリーチェック。これビートルとか、これビビアン、ビビアン、ビートルズ、フー、グッチャ、いっぱいあるよ。デイビッド・ボウイとかもあったりします。ほんとだ、ファッションとかある、シャツもある、ビビアンとかバーバリーがもういっぱい選び放題だよ。これとか、なんか友達とか着てた気がする。そっか、ステラ・マッカートニーとかもある。そうなんですよ、ポール・スミスとかも。ビビアンのシャツ、ボタンがビビアンなんだよ。ここは別光色なの。なんか昔いっぱい持ってた。のバッグもあるよ。あ、トレンスポッティング、あとコート、バーバリーのコートのいろんな年代のいろんなのがある。このコートはもう通年で置こうと思ってて、バグアモなんですけど、海外からのお客さんも今多くて。そうだよね、向こうは寒いところがあるので。そうだよね、はい。これとかも、ちゃんとかな、かわいい、全体もいいな、いろんなのがあるよ。こういうのとも、あるし、サイズもいろいろある、うん、全部バーバリーだ。そうです、無地のレザーからバーバリーチェック。こういうちっちゃいのもあるよ。やっぱちっちゃいの、バッグちっちゃいの見ちゃうね。この頃荷物がどんどん少なくなってるから。形も可愛いですね。ね、見たことないこの形。そっか、値段はまだ言ってないね。値段は36,800円です。状態もいい、中も綺麗。これはすごい軽い。大きいのもあるよ。あ、ね、でもさ、大きいのもさ、39,800円だからさ、あんまり変わんないから、大きいの買った方が得だね。これとか1キュッパだよ。これも238。え、これ1キュッパだって、この、ここの3つ。この、こんな大きなボストンも。1キュッパ、しかも結構状態がいいですね。そうなんですよね、ヴィンテージ特有の匂いとかも入ってるのを選んでるので。あ、ロッキーホースだ、はい、マレリーナ、あとないのもあれですけど。そっか、ロッキーホースは持ってるから大丈夫。ロッキーホース歩きやすいですか。私これで10代の時、これであの地下鉄の階段駆け下りてた。今思うと怖い。そうですよね、なかなか高さもあって、よくさ足くじかなかったよね。これですっごい走ってた、あの、リリリリって鳴ってる電車に乗ってた。これで、すごいよね、信じられない。今自分で怖い。娘がやったらやめなさいって言うもん。あ、かわいい、見て、
ントのミニスカート、かわいい。かわいいね。ボタンがいっぱいついてて、あとビビアンとかもある。バーバリーもある。あと普通のシャツもあるよ、バーバリーの。これ一番上に金ボタンがついててかわいい。ちょっとかわいいですね。カジュアルで、うん、メンズみたい。かわいい。これは12,600円。あ、だけど丸襟だ。そうなんですよ、丸襟なんです。え、これどうし、ちょっと長いのか。かわいいね。めっちゃかわいいね。普通のちっちゃいのもある。こっちは小さい。こっちは襟が普通のやつ。うん。こっちは多分レディース。一応値段言うね。こっちも12,800円。大きさがこんなに違うんだけど、こっちが私のサイズなんだけど、こっちの方が好きかも、私は。でも大きいかな。フレッドベリーもある。マリークアントとか、かわいい。そのマリークアントのフォローかわいいですね。なんかニットフォローみたいな。これかわいいですよね。はい、これかわいいね、昔っぽい。ここにステラ・マッカートニーの超ミニポシェットが2個ある。色違いで、リスとか今からのリスとかでも使っていただけるんで、ね、エアポッツだけ入れてさ値段でしょ。29,800円。おお、こっちも29,800円。お、懐かしい私これ持ってた。どっか行っちゃった。実家に置いてたらどっか行っちゃった。お父さん捨てちゃったかな。これビビアンとスウォッチのコラボがあって、で90年代にめっちゃ並んだので、新聞に載るぐらい、当時まだネットがないから新聞に載るぐらい並んだので、14,800円ぐらいだったんだけど、すぐに65,000円になったの。だけど私の友達が並んでくれてて、私あの持ってたの。だから今もう時計を持ってるのね。中身は持ってんの、動いてないけど。でこれもあったんだけど、どっか行っちゃった。なんか実家のどっかにあるかもしれないけど、あ、だから久しぶりに見た、懐かしい。これかわいい。これオリジナル？いや、イギリスのお土産ショップで買ったやつで、ちょうど1週間前までイギリス買い付け行ってて、これかわいいね。それ買い付けたやつ。ほら珍しい色もある。あ、紫もある。かわいい。本屋さんだ。で、スカート。かわいいね。かわいいです。これでこうやってきたらかわいいんじゃない？かわいいね。YouTube でさ、アウラさんのやつはさ、ジャキちゃんがすぐ値段言ってくれるから好きって言ってくれた。12,800円。12,800円って安い。トラックジャケット今流行りなので、うん、はい。あ、フレッドペリーのいっぱいある。ね、これなんかそうなんです。こんなに短い。リメイクしたやつも一応販売してて、結構イギリスリメイクされたトラックジャケットめちゃくちゃあって。ほら、あ、可愛いですね。可愛いですよね。こんなの娘とかの世代がこんなのばっかり買ってる。うん。アディダスもあの一応イギリスのブランドではないんですけど、うん、イギリスのファッションスタイルが結構ユニフォームとかそのアディダスを取り入れたスタイルが流行ってるので、そういうのもカルチャーで、カルチャーで、はい、これかわいい。
これは8900円。うん、このニット可愛い。可愛いですね。オーブがいっぱいある。あれ、これオーブ安いんじゃない？バーバリーのネックレスとカチューシャとか時計。何あれ、可愛い。パスポート入れ、あ、財布、あ、財布ですね、これ今の。うーん、今のやつ。そうですね、ちょっと前バーバリーロンドンなので。うーん、可愛い。え、どうしよう。この一番上のボタンが可愛いよね。うん、ちょっと大きいけど、これが一番、ちょっと丸いのがいい。やっぱ丸襟が好きだから。どうしよう、このシャツも可愛い。これはもうなんかもう今日から着れる、何も考えないでも着れる。これは12,800円だって。12,800円だって。これとこれも可愛い。これぐらいかな。これも可愛いよね。これ可愛いです。ちょっと大きいのかな。だいぶ大きめですね。ハーフパンツとかと合わせても可愛いですし、うん、でもさ、サマーニットでさ、このこれがめっちゃでかい。かわいい。状態がいい。これを普通に T シャツとデニムにこれを羽織ったりするの。そしたら超かわいくなる。よし、じゃあ今まだロンドンの話しかしてないんだけど、なんと徒歩3歩でニューヨークに行けるらしい。だからニューヨークにも行こう。はい、オーラロンドンヴィンテージから出たよ。で、1、2、3、じゃーん、ニューヨーク、オーラニューヨークヴィンテージ。ね、本当に散歩でしょ。入ります。私が初めてニューヨーク行った時に、ニューヨークの5番街で、ニューヨークの5番街のティファニーで、せっかく来たから何か買おうと思って買ったのがこれ。で、前も言ったかもだけど、当時は9800円か1キュッパー98ドルか198ドルだったので、円高だったからめっちゃ安いと思って、これだったら買えるって言って買えたの。だけどもう今もう高い、もう円安だしさ、時代が高くなって。あ、でもこれはまだ1キッパで買えるよ。こんなめっちゃでっかいハートロゴなのに。あ、かわいい。これこのハートの、ここは梅田店のティファニーの売れ筋を持ってきてるので、他にももっと見たいとかあれば、うん、梅田の方行ってもらったら もっとたくさん。カフェの方に。はい、カフェの方にありますね。ここはじゃあ基本中の基本がいっぱいあるらしい。そうです。え、でもさ、こんなさ綺麗になってたらさ、普通にさ、なんか彼氏とかにと一緒に来れるよね、うん、ちょっと高級感ね。ね、ね、金がさ、ん、安い。見て、シルバーと変わらないよ。だからさ、お買い得なんだよ今金高いのに。金お買い得。アウラの人が気づいてないうちに今のうち買った方がいいかも。金安い、安すぎる。
ここにもいっぱいあるよ。時計もあるし、あれ、これ私の時計に、え、私の時計に似てる。あ、一緒じゃん。おお、お揃いモデルですね。でも私のやつ、え、私のやつ40万か50万したよ。見て、これ絶対先着1名めっちゃ安いじゃん。私のやつここにね、一番こっち側にね30か40ついてるよ。なのに6万9800円だよ。私の多分40か50だった気がする。ひー、ここで買えなかったねえ、ここさ、もうさ、全部さ1万5800円とか1万円台だよ。アトラスのシリーズもある。ほぼ全部1万円台。すごい。あ、これ私昔探してた気がする。クロスもついてる。クロスのあのポテッとしたやつ、でっかいティーだ。1キュッパー、うん、え、ティーがつく名前の人絶対ここで買った方がいいじゃん。ティファニーのティーだけど、トモコとかトモコこれ買った方がいいよ。これめかわいい。ハートが3つの、こんな漫画みたいなのあるんだね。安いし。あ、見て、これと一緒だ。これなんかピカソのシリーズなんだよね。デイジーですね。ほら、あ、このハートもかわいい。パールでも安いよ、みんな。あ、これも可愛いよ、このハート。ここが18金シリーズで、千秋さんが今つけてらっしゃる金の。あ、18金と混ざってるやつ。はい、これ。え、指輪なんか全部1キュッパーだって。安っ。あ、また安い。安いと可愛い禁止にしないとね。ずっと安いと可愛いって言っちゃう。あ、あの大きいのがあるよ、2キュッパーだって。あれ、また間違えましたかね。え、また間違えたんじゃない。あらさん、いつもさ、値段の付け方バグってんの。なんかバグってんの。だからすぐ売れちゃうの。あー、これかわいいね。じゃあなんか付けてみていいですか。はい、もちろんです。ちなみにこれ、このネックレスとこの指輪は前にアウラさんに来た時に買ったの。オールド基本全部。だからさ、こっからさ、ずっとコツコツさ集めてるんだけど、集めてるやつもそうだし、20代の時に買ったやつがあのね、天然でオールドティファニーになったから、それもしてる。じゃあこれしてみよう。かわいい。ちょっと大きいですか。ちょっと大きいか。でも取れなかっても嫌だから、うん、これは四角い。あ、かわいい。これもかわいい。あ、これかわいい。それが良さそうです。でも重いのかな。 T、 これは多分っていうか間違いなくティファニーの T だけど、やっぱ T がつく人絶対いいよね。トミコ、トモコ、トミー、たかし、たち、つ、つねこ、古い人も、古い名前、つ、で、てつこ、てつや、たつやとか、たつや、てこ、と、と、たちと、とおる、とし、つばさ、とし、としお、としみつ、としあき、ちょっと全部古い名前分かる。かわいいね。存在感ありますよね。かわいい。だってさ、タチステトなのにさ、チだけさ、Cなんだもん。ああ、確かに。
立ち位だから本当は立ち位でその地で千秋じゃん。でも地はさ C だからさ、えこれ可愛いね。だけど私がこれしたな意味が分からない。T すごい。あこれ絶対買った方がいい。だってこれ1万円台だよね確か。はい19,800円です。これがさなんかさおもちゃみたいで可愛い。竹下通りのパリスとかにさ。ちょっと懐かしいですよね。売ってそうな。あ、かわいい。かわいい。うん。こんなんさ、誰もしてないじゃん。今。なんか中学生ぐらいがさ、中学生がなんかおもちゃのやつはしてるけど、これで大人がしてないよね。あ、これかわいい。これかわいい。これかわいいですね。あとこの。このハートのこれかわいい。これしてみよう。かわいい。時計とセットかわいいですね。かわいい。かわいい。